一年席で五眼六人あります。ちょっと変化を持たせるために変えます。ちょっと違う表現で。和洋折衷という感じのこの柱をやっぱり利用した形でパーゴラ風2階のこのあれ径が遮断できるかなと、うん、でこれがそのまんま上に行ってます。そうすると同じ幅でこうやって形が防水シートを入れちゃいます。ここが一応流れの場所、この上から今度はモルタル、防水モルタル、私を一応下地として5センチぐらいとりあえず貼っちゃいます。流れのベースも一応終わったんで、今度は自然石で護岸を組んでいきます。一応丸いあれで可愛いしで据え付けていきたいと思っています。はい、六宝石。そうそうそう。ちょっと変化を持たせるために。木なんかによく使うイメージ的には、杭みたいな。ちょっとアクセントでこう立てない。ちょっとみんな伏せてある石ばっかりじゃないですか。立てて。ラングギのようなイメージで使っていくと。結構味が出る。そうそうそう、そんなにもうここ全体的にガチッとした石組みじゃなくて、もう柔らかく見せるために。まあ前も言ったんだけど、石今こう露骨に見えてんけど、植物である程度の5割ぐらいは見え隠れしちゃうんで、うん、
わかりました。変えます。流れを一本に切り一本にするカタバラじゃない、ちょっとね、空間がちょっと狭まっちゃって流れだけの空間になっちゃうんで、ちょっとここら辺はちょっと違う表現でどうないいかなと思って、植物植えるとこはこれ取っちゃう、植物植えるとここの径をちょっと 見栄えの効くちょっと雰囲気変えようかな。これちょっと色合いで磯五郎ゴル大使いやいや別に色合いだね、この空間をちょっと広くしたいからこの辺は引き詰めちゃう、流れを満ちて石畳この辺渡りで、そんな感じでこの2つの方向に石これ全部五感置いちゃうともう石だらけになっちゃうんで、ここは空間一番ここが広がりが空間的にドーンと持たしたいんだよね。でちょっとこの辺に手前に植物の植木を植えて、あ、これ、これ、ここの、モニタルのやつを外して。ノベダの下地、もったいないんです。ノベダっぽいやつ、渡りで。まあ、ノベダンっぽいやつね、ここにちょっとこうやって、このミスズ石、ミスズ石って一応鉄平石になってるね。
特段風のやつなんですけど、これが4枚4つ一応交互に、まあちょっと幅を変えたりしますけど、これが4つここの空間に入れたいと思います。そうやっぱしこれだとアクが、セメントのアクが後でそれほど目立たなくなるんで、そのままのね仕上げっていう形はね、まあ一番どうしてもこう庭の場合植物との絡み合いがあるんで、できるだけ素材感を出しちゃうような仕上げ気にしちゃうんですよね。だから一番こうちょっと洗っちゃうとしっくりするっていうか、石なんかも使う時は特に溶け込んじゃうし、最終的には植物との絡み合いがあるんで、植物とまあ土となんかの一体感を見せるためにはやっぱりこっちの仕上げの方のは自然っぽい溶け込みやすいっていうか、そういう要素ですよね。